神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。ハテちゃん、イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。お邪魔します。あー、たけちゃん、いらっしゃい。おばさん、こんにちは。こんにちは、また来てくれてありがとう。おばさん、元気？元気元気、すごい元気にしてるわよ。いや、いろいろ質問したいことがあって。嬉しい嬉しい、もういつでも来てちょうだい。聖書ってね、イスラエルのことが分かれば分かるほど、たくさん分かってくるでしょ。そう、も疑問もいっぱい出てくるでしょ。この前、イスラエルに元の土地に戻ってきているっていう話を聞いて、聖書の言葉がなんかもっとリアルに、おーっていう感動があったんだけど、旧約聖書を読んでると神様がいろんな奇跡をなさるじゃない。でそれが今の近代のイスラエルでも神様そういうことするのかなって思って、これはもうおばさんに聞くしかないと思ってね、来たんだよね。素晴らしい質問だわ。まずはね、エレミア書、エレミア書開けてくれない？はい、今現在このことが起こっているので、エレミア書の31章4節読んでみて。はい。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。これが今現在起こってることなの。へえ。建国記念日になると、もうあらゆる街角に舞台が、仮舞台が建てられるのね。そしてみんながもう本当タンバリンだとかいろんな楽器を持ってもう踊り回る。それが一晩中続くの。もうこの御言葉のその通りのイスラエルなのよ今は。1900年間なかったのよ。じゃあ1900年間なかったからこそ今はこの御言葉がもうその通りにイスラエルの中で起きてるっていうのを見てるわけだね。見てるわけだね。へえ、そうなんだ。神様は最近のって言ったらいいか分からないんだけど、イスラエルの中でどういうふうに奇跡をじゃあ起こしてくれてるの？一番最初に私がすごいって思うことが、20世紀に出てきた司会者本、もう20世紀最高の奇跡だって言われてるけど、司会者本が出てきたでしょ。聞いたことあるね。2000年間も見つからなかったっていう。そう、はいはいはい、2000年前に書かれたものが今出てきてるっていうね。それがすっごい奇跡だと思うのね。でこれはエッセネビトという人たちが書いた本なの。エッセネ人、パリサイ人だとかサドカイ人だとかっていうのを聖書に出てくるでしょ。でもエッセネ人っていうのは出てこないわよね。
同じような宗教団体で、バプテスマのヨハネが、エッセネ人であったということを歴史家が言ってるのね。でその理由っていうのが、マタイの3章に出てくるんだけど、マタイ3章4節読んでくれる？このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとノミツであった。これがすごく変わった人たちなんだけど、これがエッセネ人だって言ってる、変わった人たちだったんだね。エッセネ人の人たちっていうのは結婚もしないで、もう清く正しく生きる、そして神様に仕えるっていうのを真剣にしてた人たちなの。だけど、彼らは神殿を追い出されてしまったのね。あんまり自分たちが真剣に神様に仕えてるのに、パリサイ人もサドカイ人も中途半端だからって批判して、そしてもうこんな奴らはって追い出されてしまったの。でも一生懸命神様に仕えたいとか、清く生活したいって思ってたエッセネ人なのに追い出されちゃったっていうのはかわいそうな感じがするね。もう彼らにとっては本当に大変な出来事だけど、彼らは荒野に出て行って、そして荒野に自分たちの聖なるところというのを建てて、そこで神の御言葉を写本するということをしたのね。エッセネ人が写本を作ったっていう。そう、たけちゃんもクムランに行ってきてでしょ、あそこはあの場所で、写本されたと言われているところなのね。そうだった。で彼らの写本の仕方っていうのはもう大変なやり方で、まずは神様の御言葉を一言一言声を出して、それから書く、また声を出してそれから書くって、そういうふうにして写本していくのね。だけど人間がやってることだから、たまに列が飛ばされる時があるんだよね。そういうことがないように他の人が一つ一つ調べていくの。そうすると、今度はそのこの筋が抜けてるっていうところを見つけると、その中間にちょっとこう書く書くことができる間が空いてるのね。でそこにはめ込んでるの。じゃあ最初からミスするかもしれないなっていうことを、想定してスペースを作ってるって。スペースをつけてるわけなのね。しかも何人もでやんなきゃいけないっていう感じだね。そうでそれを終えたら、もうそれがものすごい時間。そりゃそうだよね。それを終えたら、今度は例えばイザヤ書、イザヤ書の中にはヘブライ語のアルファベットがのアレフがいくつあって、レイトがいくつあって、ギメルがいくつあってっていうのをちゃんと知ってるのね。最初からもう数えて置いてあるのね。だからこう読みながら、アレフ一つ、二つ、三つ、四つって勘定していくのね。それをアルファベット全部して、一文字でも足らないのがあったら、その文字が入っている部分を何度も何度もこう見ていって、見っけたって、ここに一つ抜けてるっていうのが見つかったっていうので、そこを直すのね。でそれをしないと、次の時に、次写本した時に一文字間違ってたがために別の言葉になってしまうのね。そうなんだ。そしたらだんだん写本した言葉っていうのが変わってくるでしょ。
だからそこまで気をつけて、うん、一文字一文字間違いなく写本したっていう。だから一つの本を写本するのに気が遠くなるような時間がかかった。そりゃ根気がいる作業で、真似できないね、それはね。本当に真似できない。一個言葉が足りない、文字が足りないだけでもう意味が変わっちゃうってことなのかな。ヘブライ語っていうのは、うん、母音を使わないので子音だけで書いてあるのね。それで彼らは読み方が分かってるわけね。だから子音の一つが違うと、うん、別の言葉に読めるわけ。別の言葉に読めてしまうので、うん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 、必ずもう同じであるようにきちっと彼らは感情して出来上がらしてるから、もう一つ出来上がったって言ったら、うんうん、これは彼らにとっては宝のようなもの。そうだよね。それだけ時間かけてもう精力注いで作ったら宝になるよね。そうでしょ。でそれがもう間違い、まあ、注意して直して確認して今も同じ聖書を手にしてるっていうことなの。今現在私たちの聖書と司会写本が一言も変わらないっていうことが分かったのね。そうか。でもエッセン派の人たちと同じ方法でやったのではなく、うん、おそらく聖霊様のお導きで、きちっとできたと思うんだけど、何しろ西暦66年に、うん、ローマとユダヤの反乱が起こって大戦争になったの。で紀元前2世紀から写本をしているから、うん、たくさんあるわけでしょ、うんうんうん、でそれを戦争になったというので全部洞窟に隠したの。洞窟に住んで、うんうんうん、写本する場所っていうのは彼らの聖なるところだから、うんうんうん、彼らの聖なるところでは寝泊まりしないで、うん、で近くの洞窟に住んでたわけね。だからその戦争になったって言ったらすぐに写本を隠して、うんうんうん、住んでない、洞窟もあるそこにも隠してっていうね、うんうん、全部隠してその翌年、うん、西暦67年に彼らは全員殺されてる、うん、ああそうなんだ。でその時から、うん、司会写本っていうのが、うん、洞窟の中で眠っているという状況になったのね。へえ。あ、写本はいつも写本を書いてる場所にはなくて、で住んでいる洞窟に、まあ、隠しておいた。隠しておいた。戦いが、まあ、戦争が起きちゃったので。でも人々は殺されちゃって写本はそのまま残されていたっていうこと。そういうことね。で見つかったの。ところが、うん、ところが昔の人は洞窟に住んでる場合が多いんだから、うんうんうん、だから洞窟が空っぽになったら、うんうん、すぐに他の人がそこに住み始めるでしょ、はいはい、でもその人たちは写本見つけたっていうような記録は全然出てこないのね、うん、へー。そして17世紀頃からヨーロッパからたくさん探検隊っていうのがもうあちらこちらに送られて宝探し、うんうんうん、ソロモンの宝探しだとかって言ってね、宝探ししてあらゆる洞窟に入り込んで彼らのコインを落としていったり、うんうんうん、マッチ箱を残していったりしてるわけなのね、うんうんうん、だから、あ、探検隊がここに入ってたっていう証拠はあるんだけど、うんうん、司会写本は見つけてないのよ、うん、写本が隠してあった洞窟にも探検隊がこれは行ったなっていう状況があるのに写本は見つけてこなかった。他のものは見つけてるのね。昔の人の使ってたもいろんなものを見つけてきてるんだけど、うん、写本は見つけてきてない。どんな隠し方してたんだろうね。
そんなにね、そんなに、難しい隠し方してたわけじゃないのね。うん、ところが1947年の2月にムハマンドっていう17歳の遊牧民族でベドウィンなんだけれども、羊を飼ってたのね、羊とヤギを飼ってて、そのヤギがバーッと逃げて洞窟の中に入ってったの。だからその洞窟っていうのがね、この洞窟なんだけど、こういう洞窟に入っていったから、彼は石をポーンと投げて、中の方に、中の方に、そしたらその石の音で、ヤギが逃げてくるでしょ、だからポーンと投げたらね、カーンって陶器に当たる音がしたのね。だから、あの洞窟の中に何かあるなと思って、彼がその洞窟の中に入っていったのよ。そうしたら、見つけたものが、こういう壺が見つかったのね。この壺の中に、イザヤ書全巻が入ってたの。へえ。それも、羊皮紙に書かれてたのね。羊皮紙。羊皮紙に書かれているものが、2000年経って、でも腐らずにちゃんとそこにあったっていうのはものすごい奇跡。そっかそっか。へえ。まあ石に刻まれてたらわかるんだけど、ああそうだね、羊皮紙だから。へえ、なんでなくなっちゃったり、傷んだり腐ったりしないで残ってたんだろうね。へえ。荒野の気候によって、で、これにイザヤ書が入ってたんだけど、その他にもこういう壺が見つかってるのね。これが全部1947年の後に見つかってるのね。へえ、それまでは一個もこういうのが見つからなかった。見つかったの。どんな見つけ方っていうと、石をポーンと投げてカーンって落として、あらーってうわー出てきたってね。こんなに簡単に出てきてるのに、なんで見つからなかったんだろうね。そうでしょう。そこが神様なのよ。そこが神様なの。見つかったのが奇跡じゃなくて、見つからなかったのが奇跡なの。なるほどね。その世紀の大発見と思いたいんだけど、おばさんとしては、これまで2000年も誰も見つけられなかったんだよっていうことが、もうびっくりする奇跡だ。奇跡なの。なぜそうなのかっていうと、こう壺に入っているのもあるし、こんなに簡単にちょっと置いてあるのもあるのね。それなのに見つけてない。見つからない。見つけてないのね。そして、これが1947年。でこの1947年の11月に、スケニック考古学者博士っていうユダヤ人が、この羊皮紙に昔のヘブライ語が書かれているものが見つかってるっていうのを知って。そして彼が、ベツレヘムの骨董品屋にあるっていうのを聞いたので、それで、もう全財産を抱えて、その骨董品屋に買いに行ったのよ。この羊皮紙に、こんな風に、古代のヘブライ語だから、これは。古代のヘブライ語がこう書かれているものを自分買ってきて、そして自分の家に持ってきて、そしてこれ2000年ぶりにユダヤ人の手に入ってんのよ。ね、1900年ってはっきり言えば1900年だけど、ユダヤ人が初めてこの巻物を広げようとした時に大変なことがあったの。
大変なこと。うん、ただ、うん、広げようとした時ね、うんうん、何がその時に、うんうん、ラジオで発表されたの、うん、その発表された言葉が、うん、国連パレスチナ分割案っていうので、うん、このパレスチナ人がここに国を作りたい、うん、ユダヤ人がここに国を作りたいって言ってる、その中で、うんうん、国連がこの緑がブルーの分をユダヤ人のところにして、うん、赤い部分をパレスチナ人のところにしましょうって、うんうんうん、その発表のラジオが聞こえるのとユダヤ人がこれを開くのとか同時だったのね。同じ日っていうこと。同じ日で同じ時、開いてみようとしてる時にそれが聞こえてきて、もうユダヤ人は大興奮、うん、これが分割案が出たということは、うんうん、イスラエルという国を建国できる、はいはいはい、そういうことなのね。じゃあこれ、うんうん、一体何を神様がなさったのかっていうと、うん、ユダヤ人が一生懸命写本したものを、うんうんうん、それを隠した、うん、そしてそのすぐあとユダヤ人はお国をなくして、うん、世界離散していったのね。1900年間流浪の旅をして、うん、元の地に戻りたい、元の地に戻りたい、もうそれを思い続けながら1900年間続いてるの。長いね、1900年。その1900年間長いですよね。その間中あの司会写本が透明であったとしか考えられない。そっかそっか、うん、そして、うんうん、いよいよ祖国に戻って建国できるっていう時にユダヤ人の手に入ってるわけ、うん、あーそれは奇跡だね。そうでしょ。だからこの司会写本っていうのは、うん、見つかったのが奇跡ではなくって、うんうんうん、見つからなかったのが奇跡なの。へー、1900年見つからなかって、まあ、透明にされたようなもう状況だったのに、いざ見つかったっていう時は、まあ、なんと国ができたのと同じタイミングっていう。そう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 。へえ。でそれも 2,3 個見つかったんじゃないのね。その時から現在に至るまで巻物としたのが800巻以上見つかってるのね。で小さいものも入れるともう1万を超える数なのね。だから次々と見つかってるわけだけど、それまでは誰にも見つからなかったわけ。なんでだろうね。それが乙女イスラエルよ、うん、私はあなたを立て直すというその日が来るまで神様が御言葉を隠していらっしゃった。やっぱり神様の言葉によって、まあ、国も建てられたっていうそういうリアルさがあるんだね。そうね。そして神様がこの御言葉一生懸命、写本したこれを私が守っておいてあげるから、帰ってくるまで守っておくからねって言ってらっしゃるようなもん。本当だね。そっか、神様は、まあ、その神様の言葉をもう見つからないように守ってそして国が立て上げられる時にはどうだと、神様の言葉もどんどんまた見つかるようになったんだ。いやそれはじゃあ大発見とも言いたいけど、ここまで神様が透明にして誰にも見つからなかったっていうのは驚くべきことなんだね。すっごい驚くべきことで、見つける時には
石をポーンと投げてカーンって落としてあらーってそんな感じで出てきてるわけね。いや不思議なことがあるんだね。やっぱり神様だね。だから、うん、私はイスラエルに住んでていろいろな奇跡を聞いていろいろな奇跡を見てきたけど、この司会者本の奇跡っていうのはものすごいものだと思う。そうだね。いやーすごいことを今日も聞かせてもらったわ。まあでもまた今度ちょっとその奇跡の続きを聞きに来てもいいかな。あ、もうまだまだあるの。まだまだあるのよ。おばさんが知ってることもっと聞きに来るから。また来てちょうだい。はい、それでは本日のおさらいをします。イエス様の時代、パリサイ人やサドカイ人の他にエッセネ人という宗教団体がいました。彼らが司会写本と呼ばれている巻物を写本したのです。彼らはヘブライ語のアルファベット一文字一文字勘定しながら、決して間違いがないように長時間かけて神の御言葉を写本していました。そのおかげで現代の聖書と2000年前の聖書と一言も変わっていないのです。司会写本が1900年間見つからなかったのは神様の御手によると考えられます。司会写本が見つかったのが奇跡ではなく、見つからなかったのが奇跡なのです。それでは皆様またお会いしましょう。シャロー。